今日はそのゴシゴシ福島第1回除染活動の2日目ということで、2日目、はい、ここ芝宮幼稚園の屋上のプールで、ですね、昨日は晴れていて、はい、かなり除染できたんですけど、もともと測って、まあ、高いところで 0.5 から 0.6 ぐらいのマイクロシーベルト、昨日終わった時は 0.2 ぐらいまで、まあ、空間線量なんですけど下がっていて、表面からの線量だけ測るっていうのはあるんですけど、それでいくとですね 0.1 以下 0.09 とか 0.08 ぐらいまで、かなり下がりますね。その集めた放射線物質をろ過していって、あの中にこう放射線量の、まあ、高い物質があるんで、またあそこからも線が出てるんで、はい、あれも最終的に取り除くと結構全体として下がるかな。これがあのクラウドファンディングのレディフォーという、あのサイトでですね、募集しまして、25日間支援を募集ということでしました。最終236名の方が支援していただいて、で今回のこの除染活動っていうのができることになりました。目標額が125万円だったんですけど、実際に150万円を超えるお金が集まりまして、本当にその方々には本当に感謝を言いたいです。ありがとうございます。そのお金は、今その除染この2日間、実際には一昨日からこの設備の仕込みとかもしているので、それの、実際高圧洗浄機が今2台、8人から10人のスタッフが3日間、はい、郡山市のアースクル会社のスタッフがメインなんですけど、方が働いているので、そこにほとんど、まあ、トータル100万円ぐらいのお金がかかっています。で残りの部分っていうのを、今レディフォーの方を募集したので、サンクスレターを送ったりとか、そういうことにこう使っていったりもするので、ただ最終的にできるだけ残して、はい、で次第2回第3回の除染活動に回していきたいなというふうに思っております、はい、で幼稚園ってどうしても優先順位的に一番最後になりがちなんですけれども、はい、そういうところにも目を向けてもらえるように、実は幼稚園児が通う通学路のところも、通学路も実は高くてですね、もちろん見落としがちなところっていうところをやっていくことで、あこういうところも除染が必要なんだとか、福島ではこういうところも困ってるんだっていうのを伝えていけたらなというのは思ってます。みんな